そう、第1組の準備を行っています。女子競輪1回戦です。各組3位までが1位から6位決定戦へ、4位以下の選手は7位から12位決定戦へ進みます。スタートライン、選手スタンバイとなってまいります。さあ、それでは選手内側からご案内いたします。一番内側、キャップナンバーは6番福井県福井栄野原萌、4番大分肘総合安藤里奈、3番静岡伊豆総合野寺あずさ、2番東京成蹊長野日和、1番岐阜第一増田節香、5番三重朝家沢形つぐみです。女子競輪1回戦第1組がスタートしました。さあ、まずはこの競輪種目スタートを抽選で決められました並び順によりまして、内側からペーサーの後ろ順について少なくとも1周この隊列を整えなければなりません。まずはペーサーの後ろ6番白と黒2色のキャップです。野原萌は福井栄、その後ろ4番の青のキャップは安藤里奈大分肘総合、その後ろは地元静岡です伊豆総合野寺あずさ、黒いキャップ2番が東京成蹊長野日和、3月の選抜大会ではこの種目5位に入っています。その後ろ1番白のキャップ岐阜県岐阜第一増田節香、選抜はこの種目優勝、昨年のインターハイ公開競技でもこの競輪種目2位に入っています。1番後方5番黄色のキャップ三重県朝家沢形つぐみです。さあ、この中から上位3名が1位から6位決定戦へ進みます。徐々にペース前へ上がっていきます。ペースは離脱からは、さあここはスプリント勝負始まってまいりますが、まもなくペースは離脱のタイミング、そのままその並びで3コーナーへと入っていきます。残り2周回、野原萌が先行の状況ですが、その後ろ安藤里奈、やや並走に持っていく、さらにその外側の方へ向くか野寺あずさ、選抜の記録を持っている2人は後方、中段から後方にかけての動き、徐々に並走状態に変わります。さあ、残り1周、まずは野寺あずさが仕掛ける、その後ろから長野日和、そして
増田節からその側1コーナー、さあそして野寺梓が行く、そしてそのサイドからバックストレッチ増田節から上がってきた、さあ一気に行く、その後ろに長野日和、そしてその前に野寺梓、さあこの辺りがワンツースリー勝負か。4コーナーから直線入ってくるところ、増田節が圧倒的な距離を持ちまして入ってまいりました。その後ろには野寺梓、そして長野日和が入ったかというところ、確定は今しばらくお待ちください。ただいまの第1組、1着1番増田節佳、2着3番野寺梓、3着2番長野日和、4着4番安藤里奈、5着6番野原萌、6着5番沢方つぐみ、以上となりました。続いて第2組です。スタートラインに6名が出揃います。それでは内側からご紹介いたします。内側5番奈良新生商用今西ルカ、3番愛知岡崎乗船杉浦なる、6番静岡伊豆総合八田鈴、1番埼玉川越工業飯田風音、4番千葉敬愛学園刈込奈良、2番香川高松工芸谷江千歳です。第2組スタートです。続いてペーサーの後ろ第2組、まずは5番今西ルカ奈良新生商用、今回の女子競輪1回戦出走の選手の中では唯一の1年生になっています。そしてその後ろ番手位置には3番の岡崎乗船杉浦なる、そして6番伊豆総合地元静岡八田鈴、そして1番埼玉川越工業飯田風音、選抜この種目は4位、インターハイ昨年は公開種目この種目3位です。
そして4番の敬愛学園刈込7、そして後方2番高松工芸の谷江千歳、こちらも3月の選抜大会ではこの種目8位となっていました。さあこの後回ってきて2周を完了です。先ほどは前方の方の動き見ながらじわりと上がっていって、その後一気に畳みかける、そんな増田節子の走り、そんな戦いともなりましたが、さあこの第2組はこの後どんな展開となっていくか、まもなくペースアップ、ジャズのタイミングを迎えます。残り2周回さあ後方3人あたりが、前方3人と外側ちょっとラインを異なる形で動いてくるか、バックストレッチ、前方の今西ルカは粘っているが、その外側の方には1番の飯田風でスルスルっと動いてくる形で残り1周を迎えます。さあ飯田風で、そして後方から動いてくるのは谷江千歳、現在飯田風が先頭に変わる、2番手は並走状況、真ん中は3番の杉浦なるが、そして杉浦なるが動き出した、そしてその後ろからさあ上がってきたのは6番の八田鈴か、さあ地元伊豆総合の八田鈴が上がってくるか、現在先頭は飯田風、そして3番手のところにはうまく滑り込んできた、最終は3番上がってきたのは杉浦なる、そしてその後ろは飯田風と、そして6番八田鈴がうまくレースを運んだ模様、確定は今しばらくお待ちください。